相手にしない。もうね、話題がないの。苦しいんだろ？うん。そらよ、あの、南でよ、店舗2個あって、従業員雇って、給料払って、光熱費もかかって、コロナ禍で、な、いろいろ制約かかってんだから、ね。売りなんかねえんだよ。話題性がないの。ね。残念ながら。そういうのに巻き込まないようにないで。うん。悪いけど。よろしく、よろしく、よろしく、そういう時だけ寄ってこないで。うん。バカどもがよ。マジで。何にもならねえ。沼久保ビリッジで出てきたら行くって。いや、もう勝手に行けばいいじゃん。遊びに行っていいよ。うん。佐野さんいますかって遊びに行ってくればいいじゃん。うん。まあ遠慮しないでいいよ、岡崎。何ビビってんだよ。おい、伝えといて。いいよ、全然。なんでこんなコメント流れないの？知らねえよ、女のよ。気分悪いな。